こんばんは、作曲家の和田貴文でございます。急に発表されたんですよ、この IK マルチメディアの ARC スタジオというものですね。こちらは何かというと、スピーカーの音響補正のハードウェアなんですね。で、こちらはですね、もともと ARC というソフトウェアがありまして、例えば DAW の中でミックスするときにそれ最後入れてスピーカーの音を補正した音でプレイバックするっていうのは今までできてたんですけど、まあ、それが今回なんとハードウェアでその処理をしてくれると。なのでソフトウェアを立ち上げてなくてもスピーカーの手前にこれを挟み込んでるだけで、この部屋の音響特性をですね、補正した状態でモニターすることができるんですね。まあ、私は全然その情報知らなかったんで、いきなりそれが登場して、こんなん出たんだと思って、で価格見てまたびっくりですよ。本体と測定用のマイク、そしてソフトウェア込みで5万円ちょっとぐらいなんですね。こういった音響補正のソフトウェアとかハードウェアってもともとめちゃくちゃ高くて、私が今使ってるトリノフっていうメーカーの ST2 Pro というものはですね、マイク込みで100万円ぐらいしました。動画でも取り上げてますけれども、まあ、そのぐらいするものなんですよ、もともと。で、まあ、今回もこれステレオ2チャンネル限定ですけれども、まあ、こういった感じでですね、このちっちゃいボックスですよ、で入力されてそのままスピーカーにアウトするという感じ、シンプルな構成になってまして、手前にこのオンオフスイッチがついてますね、こういった感じで。なので主に宅録をする人なんかに向いてますよね。手元にこう置いといて、スピーカーつなげておいて、でこの補正したものをオンオフすると。まあ、何気にソフトウェアでできても、ハードウェアでこうやって手元で操作できるというのはめちゃくちゃ便利ですよね。で、まあ、私もともとそのトリノフを持っていて、なんでこれを買ったかというと、トリノフってめちゃくちゃレイテンシーがあるんですよね。で 96K で動かして、多少マシにはなるんだけれども、それでもやっぱり演奏するにはちょっと厳しいかなっていうレイテンシーがあって、で結構そこの部分で私は他のものも検討したりしていたんですよね。で今回これが登場して、レイテンシーがナチュラルフェイズモードで2ミリセックぐらい、リニアにすると、まあ、もうちょっと増えちゃうんですけれども、まあ、2ミリセックだったら、まあ、何十センチかスピーカーから離れてるぐらいのレイテンシーなので、これはいいなと思ったんですよね。で価格が安いので、価格が安いのは嬉しいけれども、まあ、そういった高いものを見てるだけにですね、なんでそんな安いのっていうところが一番引っかかりました。だってマイク込みで本体も入れてソフトウェアも入れて5万ですよ、ちょっと怪しいですよね。というわけで実際今日セッティングして計測をして音を視聴してみました。はい、それで、この計測なんですけれども、計測するポイントが7ポイント、自分のこの視聴するポイントの真ん中とちょっと前の左右2つ、ちょっと後ろの左右2つ、自分の真横の少し広い左右の全部で7ポイント、最低でも7ポイント計測しなくちゃいけないんですけれども、さらに、正確にするために、レイヤーを3段階、自分の耳の高さと上15センチ、下15センチの3段階ですね。で、最初にこの下の一番下のレイヤーで7ポイント計測して、で、次に耳の高さ7ポイント計測して、で、最後に一番上の耳の高さよりも15センチ上のレイヤーで7ポイント計測するという感じでした。まあ、ちょっと大変ですね。計測する数多いのと、ちょっと場所をあらかじめ大体どの辺かっていうのを、バミっといた方がいいです。私こんな感じで床にドラフティングテープでポイントをちょっとバミっておいて、そこにマイクスタンドを立てるようにして、計測しました。これやっとくとすごく楽ですね。はい、というわけで計測はちょっと他のものに比べるとめんどくさいかなという印象はあります。で音質の方ですね。で今聞いてたんですけど、正直ちょっと信じられないというか、びっくりするというか、あまりに自然に聞けてしまったので、いい意味で拍子抜けしましたね。こういったソフトウェア結構あるんですけど、なんか音が細くなっちゃうやつ多かったんですよね。なのでそういう心配をしながらもですね、このコレクションオンにして聞いてみた時にすごくいい感じでした。正直何の問題もないです。細かい音質の差、これを通したことによって ADDA されてるんで、一回デジタルになって出てるってことによるその音質の心配はちょっとあるんですけど、でも聞いた感じだと何も思わなかったです。
むしろその補正されたことによるメリットの方が上回っているので、なんかあんまりそういう心配がむしろ忘れちゃうような感じでしたね。いやもう本当に大丈夫なんですかねこれ。5万円でこれができてるっていうことがもうとにかく心配で、まあ IK マルチメディアだったらいろんな結構ねスマホ系のアプリとかハードウェアも結構作ってるんで、まあ会社の資金的体力があるっていうのが、まあそこは大きい信頼ではあるんですけれども、まあだからこそできているのか、5万円でこのクオリティ。あ、そうそう、これ内部処理がですね、一応 96kHz で動いてます。で、オーディオコンバージョンレゾリューション 24bit、ADDA の部分の解像度は 24bit。まあこれは普通なんですよね。で、内部処理が 32bit フロート。で、フリケンシーレスポンス 2Hz から 45kHz。まあこれは 96K なんで 45kHz まで、マイナス 2dB 以内ですよっていうことですね。で、ダイナミックレンジ 120dB。もう全く問題ないですよね。ハードウェア的なそのなんか SN が悪いなとかって全くないし、本当今のところ何にも困ったことがなくて、もう本当どうしようっていう感じですね。ってなんかまあ嬉しいことではあるんですけど、本当にいい意味で拍子抜けしてしまってどうしようっていう感じですね。あとはですね、これソフトウェアで計測したものをいろんな場所で計測したものを記録しておいて、行った先々でこの設定を読み込むこともできるし、このバーチャルモニタリングっていうのでいろんな世界中のスピーカーのこのモデリングができるんですね。最初面白いんでいくつかやったんですけど、聞いてるうちにもう飽きちゃったというか、まあいっかみたいな、こんな聞くことあるかなみたいな感じになっちゃいましたけどね。私はとにかくこのソフトウェアでセッティングして、でこのハードウェアに記録されてるんで、これ閉じちゃってもうこの手元でこのオンオフすれば使えるんですよね。まあ、このフェーズをナチュラルフェーズなのかリニアフェーズなのかっていう、まあ、リニアの方が、より高精度なフェージングになるということなんですけど、ただこれ注意がリニアフェーズにしてこのローの方のその補正する範囲を変えるとですね、結構カーブ変わっちゃうんで、リニアの方がいいのかナチュラルの方がいいのかっていうのは、まあ、音で判断しないと難しいかなというのはあります。まあ、でも結果リニアの方でうまいこと合わせておいて演奏するときはナチュラルフェーズで運用するっていうのがいいのかなという感じですかね。今うちのスピーカーの計測結果こんな感じになってます。で、これをエディットにするとこんな感じで、両端、ローエンド、ハイエンドの両端のこの範囲を変えられるんですけど、これがリニアフェーズとナチュラルフェーズでこうだいぶこのカーブが変わるんですよね。こうやってこういう風に変わるんで、ここがだいぶくぼんだりとか、この位相が反転しちゃう部分をうまくしておかないと難しいなというのは、ナチュラルだとこんな感じですね。なのでなんとなくこんなところにしました。うちはちょっとこの120ぐらい、119なんですけどがすごく飛び抜けて低材波が出ていて、この下の 100Hz あたりとこの 7Hz だ 70Hz あたりがすごいくぼんでるんですよね。でこれはもう前からずっと計測して知ってた部分なんですけど、ここをやっぱり抑えないと、ちゃんとこう整えないとやっぱり惑わされてしまうなという感じで、これが整うだけでも私はすごいありがたいですね。こういうのって EQ 的なカーブだけじゃないんですよね。むしろそのフェーズだと思うんですよね。左右のズレとかが収まるだけでもこの EQ 的なカーブはまあ慣れるというか、フェーズがしっかり揃ってるっていうことが一番大事なんじゃないかなと思うんですよね。なので最近のこういうのがどんどん進化しているので、頭の中のイメージで EQ 的なその補正をするって想像している人は、この左右がちゃんと揃って音が出るっていうことの素晴らしさを、ぜひチェックしてみてください。というわけで今日は急遽 ARC スタジオのチェックをしてみました。皆さんもぜひチェックしてみてください。それでは今日もご視聴ありがとうございました。